皆さんこんにちは。今日は信用保証協会が保証した相手が反社会的勢力だったことが問題となった再犯平成28年1月12日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。平成19年6月日本政府は企業による反社会的勢力との一切の取引関係の遮断を基本原則とする指針を策定しました。銀行はとある会社から融資の申し込みを受け、審査の結果適当と認め、信用保証協会に信用保証を依頼し、信用保証協会はその会社と保証委託契約を締結しました。平成22年12月国土交通省関東地方整備局は警視庁から代表取締役が暴力団員であるとして、その会社を公共工事から排除するように要請され、指名停止を通知しました。その後その会社が借金を返せなくなったことから、銀行は信用保証協会に対して保証債務の履行を求めて提訴しました。これに対して信用保証協会はその会社が反社会的勢力であることについて錯誤があるので保証契約は無効であるとして争いました。第1審第2審ともに信用保証協会の錯誤無効の主張を認めましたが、最高裁は次のように信用保証協会の主張を認めませんでした。信用保証協会において主催務者が反社会的勢力でないことを前提として保証契約を締結し、金融機関において融資を実行したが、その後主催務者が反社会的勢力であることが判明した場合には、信用保証協会の意思表示に動機の錯誤があるということができる。意思表示における動機の錯誤が法律行為の要素に錯誤があるものとして、その無効を来すためにはその動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要する。そして動機はたとえそれが表示されても当事者の意思解釈上それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である。本件についてこれを見ると、銀行及び信用保証協会は本件各保証契約の締結当時、本件指針等により反社会的勢力との関係を遮断すべき社会的責任を負っており、本件各保証契約の締結前に A 社及び B 社が反社会的勢力であることが判明していた場合には、これらが締結されることはなかったと考えられる。しかし保証契約は主債務者がその債務を履行しない場合に、保証人が保証債務を履行することを内容とするものであり、主債務者が誰であるかは同契約の内容である保証債務の一要素となるものであるが、主債務者が反社会的勢力でないことはその主債務者に関する事情の一つであって、これが当然に同契約の内容となっているということはできない。そして銀行は融資を、信用保証協会は信用保証を行うことをそれぞれ業とする法人であるから、主債務者が反社会的勢力であることが事後的に判明する場合が生じうることを想定でき、その場合に信用保証協会が保証債務を履行しないこととするのであれば、その旨をあらかじめ定めるなどの対応を取ることも可能であった。それにもかかわらず、本件基本契約
及び本件各保証契約などにその場合の取り扱いについての定めが置かれていないことからすると、主債務者が反社会的勢力でないということについては、この点に誤認があったことが事後的に判明した場合に、本件各保証契約の効力を否定することまでを銀行及び信用保証協会の双方が前提としていたとは言えない。また保証契約が締結され、融資が実行された後に初めて主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には、すでに上記主債務者が融資金を取得している以上、上記社会的責任の見地から債権者と保証人において、できる限り上記融資金相当額の回収に努めて反社会的勢力との関係の解消を図るべきであるとは言えても、両者間の保証契約について主債務者が反社会的勢力でないということがその契約の前提または内容になっているとして、当然にその効力が否定されるべきものとも言えない。そうすると A 社及び B 社が反社会的勢力でないことという信用保証協会の動機は、それが明示または目次に表示されていたとしても、当事者の意思解釈上、これが本件各保証契約の内容となっていたとは認められず、信用保証協会の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤はないというべきである。以上によれば、信用保証協会の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、現判決は破棄を免れない。そして信用保証協会の保証債務の免責の抗弁などについて、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととすると判決を下しました。今回のケースで裁判所は、信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され、融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとしました。同じ日に4つの判決が下されていて、いずれも主債務者が反社会的勢力でないという信用保証協会の動機が明示または目次に表示されていたとしても、信用保証協会及び金融機関の意思解釈上、これが保証契約の内容になっていたとは認められないとして、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとされていますので、契約の際には事前に暴力団排除条項などを明記しておく必要があるでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。